A5512CA は、カシオ計算機及びカシオ日立モバイルコミュニケーションズが開発した、KDDI 及び沖縄セルラー電話の AU ブランドの CDMA1X の携帯電話である。同時発表された G、ゾネタイプ R の事実上の兄弟機種であり、G、ゾネタイプ R とは、対照的に女性を意識した可愛らしいデザインとなっている。 円形のサブディスプレイを搭載しており、G、ゾネタイプ R と同じく、カウントダウンタイマーや、ストップウォッチなどの時計機能が利用できるほか、GPS を使った安心ナビサービスにも対応している。2009年10月15日、消費者庁は、生命や身体被害に関する消費者事故を発表。この中で、本機の電池パックが破裂し、バッグと本機が焼損したことが、 明らかにされた。道庁では消費者安全法に基づき、同年10月5日から10月11日にかけて、関係行政機関などから生命や身体被害に関する消費者事故として報告を受けた案件をまとめ公表した。なお、本機の事故は同年10月2日に青森県において発生しており、本機をバッグに入れていたところ、電池パックが破裂し、 本機とバッグが焼けてしまったというものであり、被害状況は火災と報告されている。その後、同年11月4日には KDDI が消費者庁が10月14日に製品起因が疑われる事故として公表した同機種のバッテリーパック破裂事故の調査が完了したと発表。今回の破裂事故は製品起因によるものではなく、バッテリーパックに 外部から加圧などの大きなストレスが加わったことが原因で発生したということがメーカー調査の結果で判明した。ありがとうございます。